これより会議を開きます。この際、御報告いたします。本会期中、当委員会に付託されました請願は、12種236件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会におきまして慎重に検討いたしましたが、委員会での歳費の決定は保留することになりましたので、御了承願います。なお、お手元に配布いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、 所得税、地方税における家福控除を未婚の母子および性別家婦にも適用を求めることに関する陳情書、ほか2件、また地方自治法第99条の規定に基づく検証書は、家族従業者の人権保障と女性の活躍を促進するために所得税法第56条の廃止を求める検証書、ほか48件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 古本慎一郎君ほか2名提出、自動車にかかる国民負担の軽減および道路交通の安全のために講ずべき措置に関する法律案、並びに財政に関する件、税制に関する件、関税に関する件、外国為替に関する件、国有財産に関する件、多摩事業および使用事業に関する件、印刷事業に関する件、造幣事業に関する件、金融に関する件、 証券取引に関する件以上の各案件につきまして議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますがご異議ありませんかいいご異議なしと認めますよってそのように決しました次に閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたしますまず閉会中審査のため参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には 参考人の出席を求めることとし、その人選および日時等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に閉会中審査のため、委員派遣を行う必要が生じた場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣機関、派遣地その他所要の手続き等につきましては、 委員長にご一人願いたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました本日はこれにて散会いたしますお疲れ様でした